はい、ブロッコリーのポン酢和えを作っていきます。まずブロッコリーを小房に分けていきます。はい、小房に分けたブロッコリーを水できれいに洗っていきます。耐熱皿に入れてラップをかけて600ワットの電子レンジで2分間加熱します。はい、ラップを外してしっかり加熱されていることを確認したら、水分が出ているので水気を切っておきます。水気を切ったブロッコリーに材料をすべて入れていきます。まずポン酢を大さじ4、ごま油が大さじ2、かつお節が 4g、 全体がなじむまで合わせていきます。はい、全体を混ぜたらお皿に盛り付けていきます。はい、お皿に盛り付けて完成です。あんかけチャーハンを作っていきます。まず卵は卵黄と卵白に分けておきます。カニかまぼこを手で裂いておきます。はい、長ネギをみじん切りにしていきます。わけぎは小口切りにしたものを準備しておいてください。先ほど分けた卵黄とご飯を混ぜ合わせていきます。はい、ではフライパンにごま油を入れます。中火にかけていきます。フライパンが温まったらおろしにんにくと長ネギを入れて炒めていきます。はい、香りが立ってきたらご飯を入れて炒めていきます。はい、ご飯がパラパラになるまで炒めたら味付けをしていきます。まず塩コショウ、醤油を回し入れます。全体が混ざったらお皿に盛り付けていきます。はい、では鍋に調味液を入れていきます。まずお水に中華の素を入れていきます。おろし生姜も入れます。では火にかけて一煮立ちさせます。はい、一煮立ちしたら火を弱火にします。カニかまぼこを入れます。はい、では水溶き片栗粉を入れてとろみをつけていきます。はい、とろみがついたら卵白を入れて固まるまで混ぜていきます。はい、卵白が固まってふわっとしたら火を止めて盛り付けます。はい、お皿に盛り付けてあんかけをかけます。仕上げにわけぎを散らしてお好みでブラックペッパーをかけます。はい、完成です。中田村の暮らし、いただきま す。今日はあんかけチャーハンとブロッコリーのポン酢和えです。めちゃくちゃうまいなこれ。本場の味。すごいお出汁。鶏ガラが効いてんだねきっとね。今回はメーパー。めちゃくちゃうまい。卵のふわふわ感がすごいわ。やっぱり黄身と卵白は分けてくれたのが正解なんだねきっとね。タンパク質も 14g って結構取れるね。カニカマと卵とね。次にブロッコリーのポン酢和え。これはね、想像通りの美味しさ。かつお節が入るのがね、旨味を足してくれて味焼きしにくいよね。香りとポン酢の酸味が塩味を引き立ててくれて、とてもいいお味だと思います。しかしこのチャーハンうまいな。ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも試してみてください。またね。チャンネル登録をチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録